野球にも、スポーツはもう野球だな、完全に。その見たりするのは、いや、パワープロもそのキャプチャのあれがない。 PS4 のやつ俺持ってないし。それじゃあ血液型は？パワープロ配信してもしゃあないからだ。何を見せるの？一人で遊んでても良さそうな気もする。ウーファミなんか持ってない。スタジアム DJ は50歳ぐらいの人なんだ。そう、なんか、何年か前のスタジアム DJ めっちゃ印象に残ってるわ。なんか普通に外国人。なんか日曜日だけスタジアム DJ 違うみたいな。何年か前は。日曜日だけで、ね、スタジアム DJ が違ったんで。理由はわからんけど。ちゃんと日曜日休んでたんかな。その昔はあれだよね、なんだっけ、結構有名な、なんか人気だった人、なんだっけ、名前忘れちゃった、なんか有名な、結構さ、人気の DJ さんだって、 DJ っていうか、なんか DJ なんだっけ、なんか大丈夫で喋る人だったよね。なんだっけな、名前。今年一回も野球見に行ってないかも。テレビでは見てるけど、コロナもあってさ、あんまりさ、なんか前みたいに野球見に行きたい気分にもなんないんだよな。気がする。確かになんかこんな感じの名前の人だったような気もすんな。確かに野球やりてえな。久しく野球やってないな。2年ぐらいやってないかも。てか少なくともコロナ禍になって野球したことはないな。ってことはもう2年ぐらい経つか。いや、だからやべえ、なんか何も考えなくてやってるわ。今無意識にめっちゃ動かしてるけど、合ってるよね、やってることね。ちょっと待って、なんか一回マジで集中してやろう。このまま、なんか喋りながらやってたら、喋りながらっていうか、なんか適当にやってたら絶対すぐ事故るから一回集中しよう。理系芸術。で、PSP の充電大丈夫かな？あんま、昨日から俺充電してないかもしれない。大丈夫だったかな？で、芸術連打して、8月まで芸術連打です。まあ、容姿がだいたい36ぐらいが目安かな。ここの時は芸術というよりも容姿を目安にした方がいいかも。
この後容姿を下げなきゃいけないんでね。まあまあまあ、これでじゃあ、水泳サボリーノ理系で。いやー、そろそろなんかさ、ときめもの神様も俺に微笑んでくれてもいいんじゃねえの。今日一回もいい感じになったことないよ。爆弾つきます。爆弾ついて寝て、3個の霊ひらめきで、3個の霊ひらめき。で、文系寝るを繰り返す。このあたりのさ、休養の回数とかもさ、休養っていうかいつ休養するかとかもさ、一回でもミスると調子崩れんのよこのゲーム。あー、リビア。いやでもこのゲームはね、寝るコマンドが調子の変動に関わってるんですよね。だから文系しても理系しても調子の変動に影響することないんだけど、そこを変えても文系するターンに理系しちゃっても調子の変動は変わらないんだけど、文系するべきターンとかに理系、あ、寝るとかをしちゃうと調子崩れて、今後のチャートがパーになるんですよね。でここで、まあ、大体ここだよな、このさ、この10月11、12で文系終了だね。なんか毎回やった感じ、ここで120、なんで今日こんなこれ下手なの？なんでこんなうまくいかないんだろう。ちょっと待って、ちょっと待って、一旦落ち着こう。今日このパッドの調子が悪すぎ。しっかりと左強めに入力な。左強めに入力ね。左強め。うん。で、ここで頼むよ。いやー、またずれたわ。すぐずれる今日。で、ちょっと下目な、ちょっと下目。芸術の時は、ちょっと下目で OKOKOK。球技はサボる。合ってるよな。芸術したターンが多いから芸術が高いんかな、多分今回は。そうだよな、何回か芸術間違えてやっちゃってるから芸術高いな。理系いい、理系いい、寝るな。理系いい、理系寝るで。いや、ひらめく ね。これぐらいで星が出てきたら結構その説濃厚じゃね。
パラモエ説の子。これで理系終了ね。冬休み運動します。そこ運動3ターンぐらい連打でいやでもいいんじゃない、調子はいいよ、調子はいいよ、今のところ調子はいい、調子のサイクルも変わってない。で、アーチストと一夜漬けで RR 右。で寝るれんな、寝るれん。さあアーチストガチャ始まるよ。もうこれがこのゲーム一番つらい。いやちょっと待って、ひらめきすぎじゃない？ねえねえねえ、ひらめきすぎじゃね？さすがにひらめきすぎじゃね？なんか怪しくね？星川出そうじゃね？大丈夫か？2月8に爆弾はついたな、とりあえず。それも覚えておいた方がいいかな。星川の爆弾点火時期、点灯時期か。それもなんか把握した方が良さそう。ずれたし最悪。待って、次絶対ずれちゃダメね、次絶対ずれちゃダメだわ、次の本当にずれちゃダメだから、絶対理系決めなきゃいけない。危なっ、今逆回転したからめっちゃ怖かったわ。あれってかなんか調子のサイクル崩れてね、なんでまあまあなの、最高だった今、なんかずれてる気がする。マジか、寝るから理系行くときはね、その真反対だから、あまり逆回転するんだよな。これが怖え。ミスったんじゃねえかっていう怖さあるよな。てか、アーティスト発動してないじゃん。オッケーオッケー、成功した成功した。このパラだったら成功した。でも、このパラメータ結構高くね？パッと見パラメータ自体は高くない？やっぱパラメータじゃねえと思うんだよな、俺。なんか純粋な。純粋な運じゃん、運なんじゃねえかっていう。経験は足りてるな、経験は足りてます。余裕、割と余裕あるな。文豪ね、RR 文豪、 RR 文豪、 RR 文豪からの星川電話。
星川電話ね。いやー、ゼロ回よ、文庫アーティスト。まだゼロ回しんどいよ。ねえ、こっから寝るれんな。こっから寝るれん。ゴールデンウィークまで寝るれん。やっぱ若干早いな、サイクルが。本当にちょっとだけ早い。一旦、ああ、そうだね。一旦分ぐらい早いな。理系で芸術下がるんだ。知らなかった。じゃあもう成功して下がったよな。なあ、ずれる。マジでずれすぎ今日。プレゼントしない、プレゼントしない、体育祭サボり、ネルレンダで。じゃこの後の予定をしっかり口に出していこう。体育祭はサボりで、ネルレンダね。で、7月4日文系ね。ネルレンダして7月4日文系で、ちょっとこれ調子維持できるか若干怪しいが、大丈夫かな。いやー、まあまあ落ちるかな。まあまあまあで維持できるんだったらまあまあいいわ。大丈夫そうか。いやー、なんか下がりそう。ここ文系ね。ここ文系でテスト。あー、やっぱ下がるよね。いやー、これ激アツ。ただ文豪アーティストゼロ回。いやー、文豪アーティストゼロ回じゃ意味ねえのよ。文豪アーティスト0回じゃ意味ないの。運動55未満免許取らない、運動55未満免許取らない、水泳サボる、ここ免許取らない、ここ免許取らない。いや、サボる。順番逆か、どっちかっつったら。免許取らない、水泳サボる、運動55未満な。星川電話。星川電話して、理系して容姿で。オッケーオッケーオッケー。とりあえずここまでは文豪アーティスト以外は完璧です。文豪アーティスト以外はね、100点。これ文豪アーティスト0点。
クリアするには多分どっちも80点ぐらいを取らなきゃいけない。今100点0点です。パラメータはね結構いい感じだと思う。ねえ、このあと2人で逃げます。はい。で、テキスト何回か送っていいをして、日付のテキストを送ったら八つ足かな。確かにこの選択肢見づらいよな、めっちゃ。で、よう試練だね。まだ間に合う。いや、正直まだ間に合います。まだ間に合う。で、射精会参加ね。射精会は参加。運動50未満維持しつつ射精会参加ね。文化祭は星川。まあ星川しかできないな、ここのターンは。いやー、文豪アーティスト2点なんだけど、まだ。おおおおお、10点まで上がってきたよ。正直10点まで上がってきた。寝れば OK。 危ね、今これ50乗ったら死んでたけど、まあ5上がることはないと思うから大丈夫だったと思うんだけど、まあ死にかけたね。機嫌悪かったら終わってた。ねえ、ちょっとこっから行事把握ね。こっから行事把握ね。いや待って、結構チャンスだと思う。だって2回引いたもん。2回引いたら結構チャンスだと思うよ、この段階で。全然少ないけど、余裕で少ないけど、でも戦える、戦えるとこにはいる。次なるお祈りは文豪アーティストと後期不発な、後期不発と文豪アーティストな。ちょっと容赦上げすぎないな。ここでストップしようと思ったけど、待って待って、ここで芸術やったら死にます。ここで芸術やったら死ぬんで理系で。あらー、これは待って、大チャンス。ちょっと待って、お前ら、ちょっと待って。生徒会サボります。あー、立候補しない。これチャンス来たね。チャンス来たわ。宮古電話1回丸してしたね。1回丸してした。顔出てくる、特にない。夏木さんと、コンサートで。待って、今カーソル何、今カーソル何、今カーソル何か分かんない。休養だったね。で、待って待って、選択肢上の、選択肢上の行事把握な、行事把握な。球技大会は参加します。球技大会は参加です。球技大会は参加です。11月27、球技大会は参加です。ここかな、ここ球技大会は参加。あー、ここじゃなかった。祝日が挟まった。ここだな。ここ参加します。今の若干の操作ミス痛かったけど、で、ここ文系、ここ文系、ここ文系ね。
よし。いや、パラメータ神、パラメータ神です。待って待って、パラメータ神。正直パラメータ神ってる。させないでね。ここで後期を乗り越えたら激アツ、乗り越えなかったら死。よし、集中な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 、待って待って、しかも早い、しかも早いね、しかも早い、しかも早い。それでいて、ね、星川誘う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 、分系してここ寝ます、ここ寝ます、ここ寝ます。待ってね、パラメータも、パラメータも、文語アーティストも、あ、俺黙るわ、ごめんみんな、俺黙るね。ロボット参加、ロボット参加です、ロボット参加です。な、こんばんは。今めちゃくちゃいいとこにあなたは来ました。なんでかというと、とんでもない、なのであまり私は喋らないんですけど、よかったらはめててください。コンサート、コンサートです、コンサートです。マラソン参加です、ここも後期ガチャです。忘れてました。はい、助かりました。ちょっと待ってね、後期ガチャ突破した。ねねねねね、あの今マジで激アツで、何が激アツかっていうと、今このゲームにおけるガチャって3つあるので、ウマ娘ってガチャ2個だからまだ優しいけど、このゲームってガチャ3つあってマジで厳しいんだけど、今ガチャ3つに全部に勝ってます。でも勝ったようなもん、これこれ、ま、マジで。ちょっと待って待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、もう喋れない、もうそういう、こういうなんか面白いこととかも喋んないから俺、本当に。あとここ、あとここ、よし、
4月にさつきさんに山な。でその前に、三日八ボランティア、三日八ボランティア参加です。三日八ボランティア参加ね、この次な。オッケー、こっからしかもスライドパッド操作もなくなります。運動連打、よし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 、落ち着け落ち着け落ち着け、ここ参加な、ここ参加な。でここ参加してね、待って参加して、でこっから正直今まで通りのチャートでそのままやってもクリアできるんだけど、こっからマジでタイム短縮狙っていくんで、こっからのチャートが俺の真骨頂だから見とけな。とりあえず運動連打です。コマンドは運動連打です。全部一夜漬けだけな、一夜漬けだけ気をつけんな、理系だけな、一夜漬けだけ注意な。これで、いやー9回引いてんもんな。まずさつきさんと、山行きます。今ビューンって聞こえたでしょ、気のせいです。エロスタイミングが早すぎたとか言わないでね。この空気、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 こっから来たる5月23日弁論大会にあぼります。見とけ。いやこれは勝ったわ。いやリッチの数やば、文豪が発動しすぎてリッチがやばい。いやこの星川は正直正義の星川です。この星川は正義の星川。この七川は負の七川です。終わります。これで、少なくとも十数秒カット。ちょっと待って。でも弁論カットはこの七川のせいで多分セッションだ。ここしかプレゼントきます。まあでも弁論カットしなかったらその分余計に遅くなってるだけだから、これででもさっきの七川はチャラにできてるはず。アクセスサボります。一夜漬けね、誰か一夜漬けってチャットして。いやしなくてもいいけど、一夜漬け絶対忘れちゃダメ。下右丸エロ丸。いやこれ選択肢完璧だわ。多分波の奏でる、波の奏でる入ってるわ。波の奏でる入ってます。初手から10回引いたもん。下丸エロ左丸。変な操作ミスすんなよマジでな、変な操作ミスすんなよマジで。
下丸 L 丸。ちょっと待って、緊張してきた。緊張してきた。あれ、なんか今好感度下がってなかった。オッケー。300乗ったわ。300乗った。もうちょいパラメータが下がることを考えて、もうちょっとだけ勉強パラメータ上げたいけど、もうちょっとだけ勉強パラ先上げとこうか。今回でもパラメータに余裕は正直ある。カナデル入ってるかな、ちょっと怪しいかもしんね。これ入ってんだっけ、これ入ってるよな、入ってるよな。はい、ごめんみんな、これ買ったわ。水筒な。ちょっとだけ理系と文系あげます。でもこれさ、なんかさ、ちょっと待ってね、逆に文豪アーティスト引きすぎ、そろそろ怖い。逆に怖くね、文豪アーティスト引きすぎ。前引きすぎて事故ったもんな。今それ若干怖い。運ね、運。俺は今それが怖い。文豪アーティスト引きすぎるのが怖い。11回引いちゃってるもん、もう。ねえ、つなぎデートの予感あるよな、マジで。それしたらもうしゃあなくない？それしたらもうしゃあないもん。俺悪くないし。誰も悪くない。で、免許取るよ。で、この後、水泳大会もサボるよ。俺、この後の水泳大会もサボっちゃうかな。10秒短縮です。いやでもちょっとマキちゃん怖い。若干マキちゃん早い。マキちゃんの爆弾若干早いわ、これ今回。もう一周遅らせたかった、正直。もう一周遅らせたかったわ、俺の感覚だと。クリパレンだな、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 マジで。マジでクリパ連打すんだよ。俺クリパ連打したらどうする？死にます。じゃあそれはやめる。いや、やっぱり死なない。死にたくない。また明日もやりたい。ときめも4。いや、パラメータ完璧、パラメータ完璧。ね、10月サツキコンサートね。10月サツキコンサート。これで、あとどこだ、あと運ゲーどこ、運ゲーどこ。いや、これかな。12でとどまりたい。12でとどまってくれ。なあ、外してもよかったか。ね、文豪とアーティストどっちか外してもよかった。ワンチャンありだったよな。とりあえず運動250乗っけます。文化祭星川です。
いやマジで緊張してきた。用事把握もしっかりね、用事把握もしっかり。ねえ、この後コンサートね、コンサートね、コンサートね。いやー運動もうちょい早く乗っけたいな。10月の頭に運動250乗ったら結構パラメータ早いんだけど、まあ、11月までに収まれば用紙は間に合うはず。11月の頭までに用紙に移動できてれば間に合ってるはず。まあでもさ、今日2時間半でこの乱数引いてたらさ、絶対そのうち記録出るって。大丈夫大丈夫、これこれてかミスってもいいわ。 ねミスってよくない。ねミスってよくない。だって明日やればいいじゃん。ミスったら何をそんな俺はビビってんの。星川の爆弾が爆発しちゃってさ、またやればいいじゃん。またこの後射精会参加して球技大会参加ね。射精会も球技大会も参加な。ちょっとだね、12月入ったらさもう一回さクリパメンションしてね。本当に俺絶対そこで死ぬの嫌だから。1127球技大会参加ね。これはいい星川な気がする。これは正直割と正義の星川。1回だけだったらこの星川はね、結構精神安定剤として作用する可能性ある。球技参加ね。この後待って文系してデート誘います。文系してデート誘います。文系してデート誘います。成功した。クリパな、クリパな、このクリパはいい。神のクリパ。あと一夜漬けはもうないんで、行事把握してクリパね。行事把握してクリパね。行事把握してクリパで、デート後はカーソル用紙に合わせるよ。デート後はカーソルを用紙に合わせます。それ忘れないでね。デート後のカーソルは用紙に合わせます。で、ここは選択肢は、チアスタンプ可愛いよな。マジでやる気出る。ありがとうございます。でも、ときめいてない。おいった。いや、これ勝ったわ。ごめん。勝ちました。星川の爆弾だけは怖い、正直。星川の爆弾だけは正直怖いけど。いや、攻めるぞ。俺は攻めるよ。だって、一回これで俺だって検証で言ってんだから。投資ではやってないけど、リセットロードあり、セーブロードありで検証して言ってんだから、これ、このまま突っ走って。俺は信じるぞ。クリパ連打ダメな。クリパ連打ダメな。連打だけはすんなよ。なあ、連打だけはすんなよ、マジで。連打したら殺すぞマジで。俺のこと、自分で自分を殺します。本当に許さない俺のこと。さつき、もうやめろ。お前ちょっと、おい、人見知り外すなよ。もう人見知り外したらお前のこと一生恨む。なんか人見知り外れたそうじゃね。人見知り外れてそうじゃね。人見知り外れてそうじゃね。大輪。恋愛成就。
恋愛成就、恋愛成就引かない。オッケー。よしよし、とりあえずオッケー。ちょっと待って、なんか、外れてそうじゃない？人見知り外れてそうじゃない？あー、ついてる。いやー、これ星川どうかな。この星川間に合うか。この星川怪しくね。この星川大丈夫か。ここだってまださ、爆弾ついたばっかだ。まだついたばっかで、まだ怒ってない。これ星川間に合うと思う、俺これ。これで文豪かアーティスト外れてる。多分文豪かアーティストが外れてるわ、これ。僕マラソンもサボるね。マラソンもサボるわ。マラソンもサボります。13回行ってんだもん。マラソンもサボるね。いけると思う。マラソンサボったらとんでもないタイム出るわ。うん、確かに逃げ切りもするし、マラソンも来る。もう、それでクリアできなかったらまた明日ね。また、オイアーティスト入ったもん。オイアーティスト入ったから、これはいったよ。で、この爆弾は逃げ切れるよ。だってあと1ヶ月あるじゃん。ねえ、待って、ね、結構怪しくない。ねえ、ちょっと待って、結構怪しくない。ちょっと待って、1ヶ月ない。ちょっと待って、おい、やっぱマラソン出ていい？ねやっぱマラソン出るわ。ごめん、みんな、マラソン出る。ちょっとね、マラソン出るわ。マラソン出ます。ちょっと、無理。これ無理だ。マラソン出るわ。マラソン出て、星川の昇進度下げます。1ヶ月以上あるもん。315までだから、これ無理だわ。で、マラソンは、参加しても4秒ロス。4秒のロス。マラソンは参加しても4秒ロスだから、まだ大丈夫。ね、これ50分切ってると思うよ、俺、正直。切ってないかな。2分。あ、ちょっと待って。やべ、俺これプレミ、俺完全にこれ俺のプレミだわ。最悪。しかもこれもプレミ、ね、これもプレミだわ。おい、ちょっとこの数秒のロスマジでもったいない。クソもったいないことしちゃう今。だって用紙でやる、ある必要なかったし、今カーソルも動かす必要なかったもん。いやー、今のプレミーテは正直多分これで多分6秒ぐらいロスった今。あ、どう？いってる、ね、とりあえずさ、多分ワールドレコード、いやー、どう？とりあえずクリアをしろ。 OK、 自己部屋出ました。急に、うん、私もしそのそ二人、私その卒そのだかでも伝大当たり、そして私そのでもそれだ、そ私いざ幽谷この伝説きだか、そしあな卒あなえず、早く終われやな。早く終われってな。おい、早く終われ。やったみんな、やったよ。